今度は何の用だ。なくしたものを気づかせてあげる。もう自分でも分かってるんじゃない、お姉ちゃん。クリスタルの眠りから覚めて解放者になった今の自分はライトニングじゃなくなっている。大切なはずのものがごっそりと抜け落ちて、心にうつろな穴がぽっかり。ああ、そう感じることもある。本当の私ならなくすはずのない何かが欠けている。へえ、認めるんだ、素直じゃない。いいわ、思い出させてあげて。不滅のクリスタル、混沌に飲まれても常しえに輝く光。私は棺になろう。セラの思いを永遠にとどめる不滅の棺になろう。そうすることが私の償い。そして希望だ。セラの魂を守りたくてクリスタルの眠りについた。あなたは魂の棺、死んだセラの魂を納める入れ物になった。ということはセラはどこに宿っていたわけ？セラは、あの子は私の心に宿っていた。私はあの子の思いと共に眠りについたはずだった。私たちの魂は確かに一緒だった。これで分かった、心に開いた穴の正体。なくしたものはセラの魂。切り離したのはブーニベルゼ。クリスタルになっていたあなたを呼び覚ます時にね。ついでに記憶もいじられて、それで忘れてたんでしょうね。交換条件、いや人質のつもりか。私が使命を果たすまでセラを預かると言うんだな。ブーニベルゼはそこまで考えてないかもよ。神様には人の心が見えないんだし、切り捨てられたセラの魂はカオスに飲まれて消えちゃったかも。ブーニベルゼは約束したんだ。解放者の使命を果たせばセラを蘇らせるとな。その約束を違えるなら神といえどもぶっ潰す。ふっあらまあ、らしくなってきた。神様に勝てると思ってるの？勝ち目がないとは思っていない。神を封じる最後の手段、手がかりはもう見つけている。ふん、黙って考えてたってわけね。神様を倒すつもりで。まだそう決めたわけじゃない。この傷ついた世界に代わる新しい世界を作れるのはブーニベルゼしかいないからな。倒すかどうかはその後決める。ブーニベルゼが新世界を作るまでは協力する。だけどもしブーニベルゼが悪しき神なら、神を裏切り滅ぼして新たな世界を奪い取る。いいわ、最高じゃない。神様をだまくらかして利用するってわけね。ああ、ホープったらほんとかわいそう。ライトニングを心から信じてるのに最後に裏切られちゃうんだ。神様を裏切るってことはホープを敵に回すってことよね。いいの、ライトニング。彼と戦う覚悟は、ホープを殺す覚悟はできてる？ないと思うか。質問に質問で返した。答えをごまかしたね。図星、気にすることないのに。あのホープはもうとっくにホープじゃなくなってるんだから。あいつが偽物だというのか。残念、偽物はセラの方でした。デタラメもいい加減にしろ。戯言に付き合う時間はない。私をデタラメなんて言えるの？
あなたの周りこそ嘘だらけよ。セラの姿をした何か、ホープの姿をした何か、何もかも偽りの存在に過ぎなくて、ライトニングの姿のあなたはいつまで自分を偽るの？もう8日目なんですよね。話が見えてこねえ。何なんすかね、ルミナって。本当にわかんねえな。ブーニベルゼの化身とかそんな感じなのかな。ブーニベルゼの回し者っていう見方をすると少し納得できるような気もするけど、なんかそれも違う気がするんですよね。わかんねえな。あれ乗っかんのはどうすんだっけ。あ、 L1 か。さて、皆さんお久しぶりです。チェアです。どうもね、ライトニングリターンズはね、実況取りづらい環境にありますね。どこを動画にしていいのか本当に難しいです。皆さんいつもコメントありがとうございます。魔法強化とかどれくらいしてますかっていうコメントが来てましたんで、お見せしていくんですけど、大してしてないです。今こんな感じでやってます。はい、1個前ルスナーンでちょっと戦闘してたんで、サンダーが必要でこんな感じになってますね。サンダー系のあれにはなってます。武器をクイックノックアウト、そうだ、リベンジオブカオスだろ。でカチ割り包丁とサキバスネイルってやつになってますね。女神の恩寵、レネゲイド、ドラグンの固定となっております。そうか、盾じゃなくて固定なんだね。まあだいたいこんな感じでなんとかやってるっていう感じなんですけど、全然ここら辺の強化しないんで、そろそろしないとやばい？やばいのか？不安だな。まあこのつけてるやつはちょこちょこやってるんですけどね、あり次第、見つかり次第、そんな感じでやってます。だいたいそんな感じですかね。あとはいつも皆さんコメントありがとうございますっていうのも言ったんで、こっからですね、どっちの魂集めが終わったんで、サッズに会いに行きたいと思います。サッズ、魂の箱を用意してくれ。どっちの魂のかけら5つとも揃った。マジかよ、あんだけ探しても俺には一つも見つけられなかったのに。それをあんたが全部集めてくれたわけか。ありがとうよ、感謝の言葉もね。そのチョコボ、前はいなかったな。家出してたのが不意に戻ってきてな。ドジが飼ってたチョコボでよ、名前はチョコリーナってんだ。チョコリーナだと？そんなことよりドジの魂だ。魂の墓はそこにあるから、5つのかけらをそーっと入れてくれ。バラバラになっていた魂が中で一つになるらしい。そこから先は俺がやるからよ。箱を開けて一つになった魂をドッジの体に戻すんだ。よし。おお、なんだこれ、くそっ、ほんっ、こいつ開かねえじゃねえか。もしもし。あ、おい、なんで開かねえんだ。どっちの魂は蘇ったんだろう。魂は蘇ったけど心を閉ざしているみたい。どっち君たら怯えてる。サッツの顔が怖いから。俺の顔が怖いったって、生まれついての面なんだから仕方ねえだろう。ったくもう、おい、父ちゃんがそんなに恐ろしいってか。冗談じゃねえぞ、どこがそんなに怖いってんだ。目覚ませよ、どっちどっち。なんなんだよ一体。ピチクパチクうるせえな、こちとら取り込み中なんだよ。いい子だからお前はそこでおとなしくしろ。あいた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 、何すんだおめえ。あいた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 。
マジで痛いっての なんだよ。いや落ち着けって何苛立ってやがる感じしょ。ああ怖い顔だからさ。あんたまで人様の面をけなすってか。とても怖い顔をしてる。イライラと焦って誰かを怒鳴りつける顔だ。怒鳴りつける。なるほどな、怖いってのはそういう話か。おっしゃる通りだ。親が怖い顔して怒鳴りゃ子供は怯えて当然だ。忘れてたよ、やばい時でもどっしり構えて余裕な面で笑ってみせて子供を安心させてやる。それが親父の務めだった。よし、久しぶりにやるか。寝ぼすけ君にも聞こえるように懐かしいお遊戯をよ。さて皆様お立ち会い、空のレースの始まりだ。どっちが早いか勝負だぜ。よーい、スタート。おっと、いきなりデッドヒートだ。勝つのはチョコボか、それとも船か。世紀のレースの実況は私サーズカツロイ、解説はおなじみドッジさんだ。おや、どうしましたドッジさん、居眠りは困りますよ。レースを見逃すな。早く早く目を覚まして、父ちゃんと一緒に行けね。おい、大丈夫か。なんだよ、元気じゃねえか。いや悪かったな、久々なもんで夢中になっちまったよ。必死に頑張っていたけれども、そんな必死さがドッジの魂を怯えさせていた。人を救おうとする真心が人に伝わるとは限らない。残酷なことよね。あなたが救おうとしているセラにも。伝わらなくて構わない、あの子が救われるなら私なんて忘れられても憎まれてもいいんだ。よっしゃさあ、まあとりあえず第1ステップかな。こっからちょこちょことまたやっていかなきゃいけないんでしょうね。グローリーポイント最大値がプラ1、回復症弱も1。